みんな旅してる？どうもしげです。福岡県久留米市、ラーメン焼き鳥餃子 B 級グルメ天国。それではスタート。西鉄久留米駅から数分ということで、まずは宿まで歩きます。本日の宿、ザ・セレクトン久留米到着。チェックインしました。撮影 NG だったので写真で少し紹介します。2019年オープンということで、まだまだ新しく綺麗な部屋でした。客室内のユニットバス以外に大浴場もあるので快適。久留米はラーメン餃子焼き鳥が名物ということで飲み行きます。ということで餃子の名店50番やっていきましょう。まずはキリンラガービールの中瓶、全部で1600円になりますね。シンプルなメニューとカウンターだけの店内がいい餃子百名店なんですね。つまみにキムチを食いながら焼き上がりを待ちます。目の前で焼きが見れる最高の席に陣取れました。焼き餃子、鉄鍋に乗ってきました。焼き目はサクサクパリパリ、薄いからパクパク食える。2杯目は日本酒山のことぶき。お次は水餃子、酢醤油を1週半ほどかけていただきます。いやー、うまかった。大きなアーケードもあるんですね。人通りはかなり少ないけど、今日はまさかの餃子はしご、一口餃子店員や。2軒目はハイボール。お通しのもやしのナムル。一口餃子来ました。本当に一口、いいね。餃子は皮がめっちゃ薄くてかなりあっさりしてる。続いて水餃子が来ました。2杯目は緑茶杯。健康に気をつけて、締めにチンゲンサイ炒めいきましょう。
こちらのアーケードも金曜の8時過ぎ、誰も人がいません。2軒はしごして宿に戻ってきました。明日は久留米市街をぶらっと観光。おやすみなさい。おはようございます。今日寒いなと思ったらめっちゃ雪降ってる。雪はすっかり止みましたね。昼飯食いに行きます。ちょい遠いので西鉄久留米駅から。西鉄で一駅乗っていきます。二駅でしたね。宮の陣駅で下車。ここから数分歩きます。久留米ラーメンの超有名店丸星ラーメン到着。昭和感漂うノスタルジックな店内、いいですね。驚きなのがこちらのお惣菜類もタダで食べていいそうです。肉じゃがやブロッコリー食いながらラーメン待てるのは最高だね。おでんも食べてる方多かったので1個いただきましょう。それではおでんもいただきましょう。来ました、これが久留米ラーメンですね。まずはこの超濃厚そうな豚骨スープいただきましょう。続いては普通でお願いした細麺いってみよう。2枚のったうまそうなチャーシューもいただいてみよう。後半は卓上の紅生姜も投入していこう。なんと最後にお土産までいただいちゃいました。ありがとうございます。はい、持っていって食べとく。ありがとうございます。いただきます。はい、腹ごしらえも済んだので久留米市街地を 2,3 時間待ちぶら。久留米大橋を渡って市街中心部へ戻ります。久留米大橋がかかる大きな川は筑後川。河川敷まで含めるととんでもなく広い川ですね。また雪が降り始めた河川敷沿いを歩いていきます。ここら辺一帯は全部久留米大学。なかなか巨大ですね。久留米大学病院超巨大や。30分今日歩いて久留米城跡にやってきました。石垣高っ。こちらが久留米城の本丸御殿跡。はあ、焚き火があったけえよ。本丸跡には現在篠山神社が建っています。2022年の自由な旅をお祈りさせていただきました。久留米藩藩主有馬氏の有馬記念館もありました。久留米三大食堂の一つ沖食堂。新幹線が停車する JR 久留米駅に到着。駅前にはからくり時計もあります。そしてその奥のタワマンめちゃくちゃでかいですね。 JR 久留米駅はマンションが多く住宅街といった雰囲気。 JR 久留米駅と西鉄久留米駅は2キロ以上離れているので注意。こちらが人口30万強の久留米市役所。福岡第3の都市だけあってさすがに巨大ですね。市役所20階の展望ロビーにやってきました。筑後川や久留米大学などが見える北側。繁華街が広がる東側は構造上見えづらいですね。南側左手奥が市街中心部。鹿児島までずっと続く新幹線のレールもよく見えますね。西側も構造上眺望はあまり見えません。
六つ門って読むのかな。でっかいアーケード入ってきます。久留米シティプラザという建物で飲食店やらいろいろ入ってるみたいです。さっきのが2番街アーケードで、こっちは1番街アーケードのようです。屋外ステージがある東町公園、土曜日だからのほほんとしてます。一旦ホテルに戻って少し休憩します。繁華街と逆側、西鉄久留米東口やってきました。東口から1キロぐらいかな、石橋文化センターをやってきました。石橋文化センターってブリヂストンから寄贈されたものなんですね。へえ、かなり広い庭園みたいになってるんですね。花壇やイルミネーションに囲まれた噴水なんかもある。こちらの久留米市美術館も人気スポットらしいですよ。こちらは久留米中央公園、広いですね。中央には石の巨大なモニュメントもあります。こちらの福岡県青少年科学館も人気スポットらしいです。今夜は焼き鳥予約してるんで15分ぐらい歩いて食いに行きます。着きました。今夜は大衆焼き鳥日吉丸。今宵も一杯目はアサヒスーパードライ中。卓上のキャベツをつまみながら焼き上がりを待つぜ。まずは砂ずりと豚バラ。豚バラでか。お次はレバーのタレ。続いてピーマンとつくねが来ました。ピーマンとつくねといったら一緒に食べるに限るでしょう。焼き鳥とくれば2杯目はハイボール。久留米名物ダルム、豚の腸が来ました。続いて椎茸も来ました。梅しそささみが来ました。締めに銀杏。締めにラーメンを食いに行きたいと思います。西鉄久留米駅を東口方面へ越えていきます。締めに大砲ラーメンを食いに来ました。おすすめだという昔ラーメンの波来ました。まずは濃厚そうな豚骨スープからいただきます。お次は固めでお願いした麺いってみよう。薄くスライスされたチャーシューもいってみよう。
後半は卓上のごま、紅生姜、ニンニクを投下。もう腹いっぱいだから入れないけど、うさばらしって店も口コミ的には超うまそうだった。最後に少しだけ夜の久留米をパトロールして帰ります。2番街の先の夜の中心街っぽいところにやってきましたが、暗いですね。いやー本当に暗い、寂しいね。看板は結構フィリピン系があったりします。フィリピンパブが多い街なのかな。へえ、夜のシティプラザこんな感じなんだ、立派ですね。夜のパトロールを終えて宿に帰ってきました。明日は最後の目的地福岡へ、おやすみなさい。おはようございます。宿をチェックアウトして西鉄久留米駅に戻ってきました。福岡に行く前に駅のスタバで少し時間潰します。いつも通りアイスコーヒー飲みながら作業。西鉄に乗って福岡の天神へ向かいます。福岡の天神に到着、今回はここまで。久留米からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。